南北戦争1800年代後半まで来ましたのでね。そのテストなんでなんでしょう。いやまあほとんど酒の魚みたいな話ですから、忘れてもらうとまた次同じ話して。この後その南北戦争終わった後に音楽のに関して言うとね、ものすごい出来事があって、それは1877年にエジソンが蓄音機を、実用化するんですね。で最初は六管っていう、 こう長い筒にこう溝を取っていくんですけど、それが10年後グラムフォンって会社が今のレコードの円盤型に改良します。今もうレコードないもんね。中学では通じなかったんですよね。見たことない、先生も見たことないって言ってますね。今ダウンロードですから CD も持ってないとかね。そして、ようやくレコードの時代がやってくるのが、1900年代に入ってすぐの頃です。最初ね、レコードはもう出せば売れるみたいな、そんな羨ましい状況だったみたいですね。まあ蓄音機がすごく安くなってきたっていうこともあったみたいですけど、1920年代ぐらいまではもうものすごい数のレコードが発売されて、でものすごく売れたみたいです。最初はヨーロッパの音楽、ポピュラーソングなんかをレコードにしたみたいですけど、だん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 もっと他の人にも売れないかってことでね、黒人専門のレーベルが出てきたりとか、その後には南部の人向けに民謡、いわゆるトラディショナルのレコードが出てきたたりとかします。そのせいでね、レコード会社は南部の方とかに歌手を探しにオーディションをしに行くんですね。でそこで出てきたのがカーターファミリーとかジミー・ロジャースとか、そんな人たちです。一番有名なのが1927年にブリストルでやったブリストルセッションっていうね、オーディションがあって、カーターファミリー、ジミー・ロジャースはそこで見つけられてレコードデビューします。
インサイドウェイ。